皆さんこんばんは、かなかなです。いつもたくさんの応援ありがとうございます。今日はとてもとてもとても嬉しいニュースを皆さんにお伝えします。あー、ついにこれを見せる時が来たか。あー、どうしようかな。見せますよ。シュッシュッシュ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 、なんとじゃーん、私かなかなファミリー初のピアノ楽譜集が発売されます。イエーイ。楽譜の表紙はこんな感じ、裏はこんな感じです。かなかなファミリーらしいクールな感じに仕上がりました。早速めくってみますね。いい感じでしょう。次のページには私から皆さんへのメッセージ。あ、金の矛が、金の盾が光っていますね。まぶしい。このページは私たちかなかなファミリーの紹介です。素敵な写真ばかりですね。見てください。これはかなかなファミリーのヒストリーです。すごく素敵に仕上がっています。さあ、このように最初はカラーページばかりです。この素敵な写真はすべて我が弟が撮ってくれたものばかりで、私も気に入っています。さあ、次はここから楽譜ページに入りますよ。さあ、気になる目次です。紹介しちゃいましょうか。いいですか、弟。紹介します。カノン、サマー、戦場のメリークリスマス、春よ来い、人生のメリーゴーランド、 A whole new world、 ロメオ、ホムラ、ルパン三世のテーマ、うっせぇわ、夜にかける、欲しい曲ばかりです。そしてそれぞれの曲の解説に加え、このように部分的な解説もつけました。かなかな先生、私からのワンポイントアドバイスですよ。このように楽譜に番号が振ってあり、番号のところに来たら解説を見てくださいね。私にレッスンを受けながら練習している感覚になれますよ。このワンポイントアドバイスは練習方法や弾き方、手や腕の使い方など詳しく説明しています。ただただ譜読みして曲を完成させるだけではなく、中身の詰まった素敵な演奏に仕上がるようになっていますよ。一人でピアノの練習をしていたら、ここはどうしたらいいのかなとわからなくなってくることもたくさんありますよね。そんな時にこのワンポイントアドバイスを見て、練習がはかどるような内容になっています。そしてこの曲集の最後には、私かなかなと弟の趣味や特技などいろんなことが知れるページになっておりますよ。この曲集の発売日は2022年4月28日
もうすぐですよ。概要欄に添付しているサイトからご予約ご購入していただくと、この楽譜があなたのご自宅に届きます。また全国の山の楽器さんで店頭販売していただく予定ですので、この楽譜を実際に手に取ってみたい方はぜひ山の楽器さんへ行ってくださいね。たくさんの方々にこの楽譜をお楽しみいただけたらなと願っています。